牛すじ肉は買ってきたものをいきなり料理に使うのではなくてじっくり茹でて柔らかく火を通してからそれをね料理に使っていきます今回はその下ごしらえ牛すじの茹で方を紹介していきたいと思います用意するものは、えー、牛すじ肉 500g ほどですねそれに対して、えー、生姜うが 10g まあ10から 15g ぐらいですね、えー、生姜は あの皮ごと使ってください。皮の皮にねしっかり香りがあるので、でこれを繊維を立つように薄切りにしておきます。で、あと生姜だけでね茹でてもいいんですけど、もし家にあればネギの青い部分、これもね風味付けになるので、もしあればネギの青い部分も用意してください。それでは牛すじを茹でていきます。牛すじ肉は 買ってきたままの状態でね、特にあの切ったりしなくていいので、あのこのままの状態で鍋に水と合わせていきます。えっ、ー、と生姜とネギは二回目茹でるときに使うので、まずは一番初めは水だけでこの牛すじ肉を茹でていきます。 この状態で火にかけてください。沸いてきたら一気にアクがこのようにね出てきますで、えー。沸いたら火を少し弱めて一分ほどこのまま茹でてください。で、えっ、ー、と今ちょうどねだいたい一分ぐらい茹でたんですけど。 これは茹でたらこのアクごとね茹で汁を捨ててざる揚げします。 洗った牛筋をね鍋に入れたら、ここからね二回目の下茹でに行きます。2回目は、えー、生姜の薄切りですね。薄切りも入れて、あればこの青ネギも入れてください。で、ここにたっぷりの水を加えます。 この状態から火にかけてください。沸いてきたら、えっと弱火にしてこの状態でここから1時間半から2時間を目安に茹でます。もしね、えっとこの時アクが初めにねワッと出てくる、また出てくるようだったら、えっとアクをすくい取ってから茹でるようにしてください。 今二時間経ちました。二時間経てばね、大きい部分ももうあのー、柔らかくなっていると思います。牛筋がね茹で上がればここで火を止めて、あとは茹で汁から、えー、牛筋を出して料理に、えー、食べやすい大きさに切るなどして使っていきます。で、あのー、残ったねこの牛筋の茹で汁なんですけど、これは例えばだし汁代わりに。 おでんに使ったりわかめスープに使ったりあとカレーにちょっと合わせたりねいろいろ活用できるのであの捨てずにぜひ使ってみてくださいであとあの補足として、まあ、すぐに使わない場合牛すじを、えー、牛すじはね冷凍保存もできますその冷凍保存する時も、あのー、ゆで汁から出して冷凍保存してもいいですし 茹で汁ごとまあで汁もねあと料理と一緒に使うたい場合などは茹で汁ごと保存しても大丈夫です。やりやすい方法で是非使ってみてください。